ちゃんと思い出したみたいですね。ああ、だいぶ、もう、ああ、そっか、いっぱい。帰ってからもずっとイメトレしながら動画見て。でも同じような話をしたことはありましたもんね。はい、最近またはちょっと早めに気に入っているのがちょっと理解できたので。ドリフトでも一緒でしょ、はい、あのこの間なんか何かを待ってるような気がするって言ってた、ね、一緒ですよね。チャンスは待ってても来ないんですよ、はい、自分から掴みに行かないと。掴みに行かんていかん。すごい。チャンスをつかむ瞬間を逃さないためにいろんなことをこう勉強していくわけですよね。逃さない男にならないと。逃したくないですね。だいぶ逃してきたでしょ今まで。だいぶ逃してきたですよね。その時間は戻れないのでこれからのチャンスを逃さないように。何を逃したのか知らないけどだいぶなんか心当たりがあるみたいですね。かなり大丈夫です。ここがないよねーっていうところで逃げたんです。それはでも神様が与えた試練なんです。掴めなかったチャンス、逃したチャンスは神様がその試練を与えただけなんですよ、ね。でもまあそれで思い出すこともあるし、できるようになったこともあるし。今神様がライザップの株を買いなさいって言って。だいぶライザップ欲しい。チャンスを掴めって言ってるのに今もうそれをこう。掴めるかどうかはもう自分のこう力次第ですよね。路面掴むのに精一杯です。なんか自分なりに掴めてない感じですよね。そうですね。なんかコントロールしようっていう方が先になんか出てしまってる感じがします。見てて、まあ、気持ちは分かるんですけどね、動きにそれが出るので。それが走りに出てしまうっていう、うん、やっぱりこう右から左に移すときにハンドルがちょっと車に添えてないというか、声が聞けてない。なんかこの瞬間がですね、この瞬間がですね、繋がってないんですよね。なんか、うん、ここからここからここ、あ、今は良かったですね。あ、今は良かった。うん、だいぶ雑になってきた。そうですね、ここで振るっていう操作になってるんで、はい、車がなんかイメージになってる。そうですね、車をこうねじって向きを変えていかないといけないので、このここからここ、そう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 、すると繋がっていく、はい、ここからここはいいですね。言ってるじゃないですかずっと。頑張ってるんですけどね。いや、そこですね、難しいですよ。そこだけは自分のペースでいけないですもんね。そうですね、うん、ダメだと思って押し付けたら本当全然曲がっていかんし、弾むのが生きていかんし。そうですそうです。テントを押し付けたらもう敵が来て、なんか今日は敵が始める。うん、そうです。今日は何をしてるでござるか。今日は
アッテリーの高さを変えてるでござる。ニンニン。そこまで。バッテリーの高さを変えるんですか。高さをちょっと調整してみようかなと、はい。何のためにですか。タイヤの押し付ける方向っていうんですかね。うん。タイヤをこう どの角度から押さえるかっていう感じの方法。方法。はい。まあ、ちょっとなんかぐって踏んだ時にこう横にジュリって滑る感じがあるので。うんうんうん、これをもうちょっとこう、上からちょっと押さえて見よう、できんかなと思って、なんかみんなの見てるとやっぱもうちょっと上からこう押さえてるような感じが、これバッテリー上げてない人もいますよね。これ多分腕がみんなのって誰のを言ってるんですか。トムさんも上がってますね。はい、スカイさんも上がってるんです。トムさんの見た目シンゴさん、はい、もうちょっと上がってます。もうちょっとなんだろう、なんかちょっと難しいですね。でも多分そのくらいじゃないですか、上げてるのって。だってゴンさんも上がってないし俺も上げてないし、はい、メカさんも上げてないです。そうですね、はい、大丈夫ですかその理論。やってみないとわからないですね。はい、まだ未知の世界で、はい、3メーターぐらい上げたらいいですか。3メーター上げたら思い切ってですよ、思い切って上げたら、はい、ステーだけあのボディに穴開けて止めてからでしょ、はい、上の方でバッテリーが揺れてるっていう、こう長くそう上の方でバッテリーがバッテリーどこっていうそのくらいすると分かりやすいような気がしますね。分かりやすいですかね。上から乗りますよ多分。乗るけどこれがこんなんなる気がする。で どんくらい上げてみるんですか。今これが11ミリぐらいです、まあでも走りで見せられたらそうも周りも何も言えないからですね。いや変わってその走りで変わればですよ。変わればですよ。腕じゃなくてその車の動きが本当に説得力ありますよね。そしたら俺が説得力ないかもしれないです。みんなこう分かってから刺すとかなって感じはするんですけど、分かってないと思います大丈夫です。俺の愛はこれは俺のはもう理論に理論を重ねて方程式を解きまくった上での結果こうした方がっていうことですよね。さすがです。まあうまくまとめられちゃったからです。です。まあまあ、あの動きを見れば違いを見れば分かるからですね。まあ、やってみるのが一番だと思います。ダメだったら戻そうかなっていう、はい、いやダメです、戻したらダメです、ね、なんでですか。ほらなんか忘れてたです。いいですよ、大丈夫です。締め込んでいいですよ。がっつり締め込んでいいです。これだと、こっちが 2mm 低いんで、ここにこいつを入れてください。それで後ろ止めて、軽くですね、ボディに当たらないですか、そんくらい上げても。まだ試してないですけど。全然 OK です。大丈夫、はい、だから本当あと50センチくらい上げれます。50センチはきついですけどあと1センチぐらいこれまだいけそうな感じがする。上げてもらいたいな、50センチぐらいまで。3メートルとは言いません。これボディ天井切らんとダメなの。ボディも50センチくらい上に上げてます。走れないです。ちょっと分かんないですけど、もうちょっと上から押さえつけれればなってちょっと思いながら。
ない頭で考えてもわからないんで走ってみた方がいいと思いますと俺の心の声が言ってます、はい、思いっきりダダ漏れです、ね、ダダ漏れでしたっけ、はい、ダダ漏れ すいません草っていう正直なもので正直すぎるちょっとブラートにしみですから。あー、何か朝増しした件ついにまだ職場変わったんですか。職場変わったんですか。面白いですね。こんな変わる、いろんなことが起こるんでしょうね。何かをすることによって重心が後ろに下がった感じ。なんででしょうね。なんでだろう。この上げたことによってどういうイメージなんですか。そのタイヤに上から横から、こう今まで低いとこの重量に対してなんか低いとなんかこうこう感じの横にちょっとこうかかる状態みたいな感じの、うん、全体が横に引っ張られてる字があって、はいはいはい、こうなんかかかっていく感じだったんですけど、重心ちょっと上げると、タイヤのここに、この角度でちょっと押さえつけれる、こう押さえつけれるかな。今までこうだったんですけど、こう。なんかその後気持ちいいですね。なんかこう気持ちいい。気持ちいい気持ちいい。ああ、いい。悪くないです。悪くない、悪くない。なんかいい高さかもしれないけど。重心位置だからですね、まあまあ。そうですね。まあまあ、バッテリーが。そうですね、横に車全体が横に引っ張られている状態からタイヤのその接地面がポイントになったところで引っかかった時に全体が引っかかっている力がその点に向かって上から落ちていく、はい、ちょっと上ちょっと上方向から落ちていく。だからロールをさせたいから上げたわけじゃないってことですね。じゃないですね。もうロールはどっちかというともうちょっと抑えたいんですけど、うん、押さえつける力がちょっと欲しい、うん、ロールを抑えたいんだったらロールセンターを、ロールセンターと重心の距離を縮めた方がロールはしにくくなりますよね。あでも今バッテリーを上げたことによって重心位置が上がったですよね。ロールセンターの位置はそのままなので。そっかそっか。だからロールしやすくなってしまう、必然的に。あ、逆にですね。ということはこれでいい感じになって、あーロールがもうちょっと抑えれればなと思った時には、はい、今日この間やったこの足を戻せばロールセンターが上に上がるから重心位置の距離が近づくじゃないですか、はい、それは抑えれるんですね。ロールは抑えれてその上から乗ってくるっていうのの理由は残せてっていうのがあるかもしれないですね。あ分かんないですよ、やってみないと。そうですね、まあ、これ走ってみたんです、ね、やるのは俺じゃないので何回もあっち行ったりこっち行ったりしてみたらいいですあそれがなんか経験になっていくかなっていう。そうで、それのいいところを自分でこう出せるようになると、はい、車のセッティングも幅広くなってきますよね、はい、それが分かってからのその姿勢を維持したり作ったりしやすいようにするためのダンパーをどういうダンパー作ったらいいかって考えていくと、そっからまたダンパーの作るイメージもできてきますよね、はい、でそれの前後の動き、はい、はい、はい、前後の動きです。だからいっぱい引き出しを作ってあげて、その引き出しの中のバランスよく使ってあげて、ちょうどいいバランスのものを全て引き出せるようにパパパってなれれば、そんな難しくない、はい、うん、そうですね。走らせ方も分かる。そう走らせ方のイメージもできるからですね、はい。
今の最初からの出てき方かっこよかったですね。かっこよかったですね。取れてないけど。どうですか。違いは安いんですけど。違いは分かりますか。普通になんかオーバーっぽくなる感じ。オーバーステアっぽくなるってこと。あ、そうなんですね。後ろがなんか垂れて出ていくみたいな。さっきはなんかちょっとケツのグリップ感がなかったんですけど、さっきのは、うん、これはグリップ感があって、あれちょっとなんかちょっとケツが抜けていく感じがする。ちょっと入れてくるのが抜け気味に前に走っていく。走らせ方をちょっと変えてみたら、あそのイメージで。もう低速のこういうヘアピンは立ち上がりがさっきより全然なんか楽、立ち上がりますよね。なんか安定してるように見える。ただこういう高速コーナーで持っていかれてるような感じがする。トランクを G に持ってるか、使ってる時に持って帰る感じが、下にかかってるんじゃなくてですね、横に、これ逆に横に持って帰る。車速が低いこういうところはいい感じでグーってかかってきますよね。さっき言ってた理屈のあの上から押さえる感じ、この辺とかですね。加速が乗ってくるとトランクがふわーって向こうに持っていかれてるのを一生懸命押さえてるように見えますね。なんかそれを踏まえた走らせ方をするとこうなります。どうぞ。それを踏まえた走りがこれです。さあ見せてくれるかな。立ち上がりいい。ハレー、おー、持っていかれてます。あっちに持っていかれてます。トランクが風回すときになんか、うん、外に乗ってるんで、こう回しに、よいしょって回すような感じの、ちょっと残り返しなんか、よいしょってなんか落ちコーナーとか向こうのタピオカ屋さんにトランク持っていかれようってですもんね。タピオカ飲みたいんじゃないんですか、実は。あ、そろそろですね。ですね。でもタピオカ屋さんはさっきより、なんか全然走らせやすい。どういうところがですか。こういうところ。あ、小さい低速の、はいはい。こういうところ。うん、そうですね、この立ち上がりがかっこいいですもんね。はあ、うん、いい。からのタピオカ飲みたい。タピオカ飲みたいってトランクが言ってますよ。うん、結局さ、まあ、その理屈的にはまあ間違ってはないっていうことですよね。あ、そうですね。タイヤのグリップに対して、はい、要はとどめきらなくなったスピードになったときに、はい、ちょっとその思ってたのと変わってしまう、なんか現象が起こってしまう。想像してなかった。タイヤのグリップを上げたらいいんじゃないですか、もっと。おかげで乗れることはない。さっきよりは全然、うん、ちょっとドリフトっぽく走ってみてください。まあ、ドリフトで考えるとでも
悪くない、うん、悪くない、まあ、グリップで走るのよりとまたちょっと違う感じがしますね。ちゃんと走ってもらっていいですか、はい、ちゃんと走ってもらっていいですかちょっとフロード付きは全然違う。うわ、ケツがケツがどうなるんですか。ケツがめっちゃグリップしてる。おぉ、ケツがパソッとするけどガリガリって言ってもう木も変わりきってないですね。うん、木も変わらないですね。まあそうなるでしょうね。そうなんです。そうなるでしょうね。だって上に上がってるからですね、バッテリーが。踏める姿勢と思ったら前回踏んでみたらどうですか。踏める姿勢を作る、踏めると思ったらもう無駄に踏む、姿勢ができたら無駄に踏む、姿勢ができてからですよ。いいよ、無駄に踏む、作り直す、無駄に踏む、作り直す、できたら踏む、作り直す、できたら踏む、作り直す、できたら踏む、いよいよ、作り直して踏む、作り直して踏む、作り直せてない、踏む、その踏む姿勢の時に踏んで安定はなんか前の時、ああ前よりもするようになったような感じがしますね。安定はってます、うん、そこを使ってあげ、積極的に使って走らせてあげると、さっきの上げすぎたかもしれないですね。上げすぎ、さっき何ミリでしたっけ上げたの。さっきの11ミリ。何ミリにしたんですか。今度16。おお、上げた上げたんですね。もうちょっと上げてみようかな。どうなるかな。そうですね、3メーターぐらいやっぱ上げた方がいいんじゃないですか。いっちゃん。いっそのことやってみたいですけど、バッテリーが3メートル上で揺れてるという、揺れるっていうかもう倒れそうな気がするんです。揺れてる、バッテリーの配線も大変ですね。3メートル伸ばさんでいいかな。そうですね見てみたいな、空中でバッテリーが揺れてる絵を。バーンって落ちてきそうな気がするじゃあさっきのからまた5ミリ上げてみたんですね、はい、これがちょうど5ミリのがあったんで、うんうんうん、5ミリちょっと上げて。やっぱ なんていうんですかね、なんとかとなんとか高いところが好きって言うじゃないですか。それな、まあ、ちょっと俺には分かな。なんだろう。足りないんじゃないですか、高さが。足りないですか、まだ足りないですか。
もだいぶ大学になったよね。そうですね。こう隙間が見えるっていう。一個別の車種を上に乗せたみたいになってますね。そうですね。どうなんだろう。例えば重量物は、そうですね。重量物が上に上がって、重心位置もまあ上がってるけど、極端に質量があるものがそこで動いてる状態なんで。はあ、ね、重さは変わってないんで、もっとタピオカ屋さんの方にトランクが引っ張られていくでしょう。間違いなく。スパンを抑えて走る。まあまあでもやってみないと分からんけんですね。もしかしたらこれが俺にやってるかもしれない。ですですです。分かんないですけど、ちょっと走っていい。大丈夫です。悪くないような気がしますか。どうしました？いや、僕言われてた通りになりそうな気がします。どうしてスカンが下ろすよね、車を落とそうとか。なんかロールの軸がもう持っていかれよるですね。はい、もう斜め上に。ちょっとやりすぎですかね。だいぶ後ろ髪を引かれてます。はい、もう一気に引っ張られよる感じが。まあいいんじゃないですか、後ろ髪引かれたい。ステッカー貼っとったいですよ、後ろ髪引かれたい。応援団。そういう人がそういう人がいっぱいです。はい、好きな感じ。引かれとるんですね。後ろから髪引っ張られとるっすね。おー、引っ張られとるっすね。かなりあのルーフスポイラーぐらいを。はい、あっちの方に引っ張られるようですね、だいぶ。車速が乗るとやっぱり横の遠心力があのバッテリーの重さを横に持っていっちゃうんでしょうね、下に。タイヤのグリップ、タイヤのグリップがあればなんかタイヤの接地面に行きそうですけど、はい、そういうあのヘアピン、はい、低速域のヘアピンのコーナーの立ち上がりとかはですね、はい、乗せた状態ができてくるんで、うん、ここだともうタイヤが限界超えてとどめる力が横に逃げていってしまうんでしょうね、あの高さからですね、うん、回転は全然からね。ボールセンター後ろがふわーってなってますもんね。あれ押さえつけれないんですか。押さえつけれないですね。グッグッグッって押さえつけれないです。コントロールでなんとかそこをなんとか。上げればいいってわけじゃないってことですね。逆にこれでロールセンターをリアのロールセンターを上げてやったらどうなるかっていうのも、あ、そうですね、うん、低速のところはいいんでしょう、はいはいはい、タイヤにとどめれてますもんね、はい、その間はいい感じで、あの上から重さがタイヤの接地面に斜め上から乗ってきてるような動きになってますけど、この限界を超えてしまうと
抑え置かしたんですけどですよね。斜め上に車、後ろが斜め上に持っていかれてるような感じになっちゃいますね。どうですか、後ろ髪引かれたい。めちゃくちゃ引かれました。団長としては最高です。最高ですか。最高なんですけど、これじゃでもちょっと後ろ髪引かれすぎですちょっと歌おうにもどんな歌があったのかも思い出せない思い出せないです。名前だけしかどんな歌でしたっけ。どんな歌歌ってたんでしたっけ。あんまり興味がなかったんですよね。俺そんなに。じゃ話題に出せないよって多分ツッコミが。すいません。気になる気になるっていう人もおるかもしれない。なんかすいません。あんまり実は興味ないんですよ。実は。こんな何をするんですか。下げるんですか。上げます。はい。次に3メーター。3メーターはちょっと厳しいんで。あ、でも結局タイヤのミューと遠心力を、遠心力に対してタイヤのミューとバランスで変わりますよね。そうですね、やっぱり。だからもしかしたらもうちょっと車速が低いコースとかで走るんだったらいいのかもしれない。結局このコースでいうそのインフィールドぐらいはいいわけですもんね。そうですね、低速で、そしたらめちゃくちゃ安定はしてるですよね、はい。まあ、ミューが低いとかの路面とかだと、まあ、セットアップ、でも結局その遠心力をタイヤに留めれるのに対してのっていうことですよね。バランスっていうことですよね。そうですね、はい。まあ、これ引き出しとして1個は、はい、しとくといいかもしれないですね、はい。今度何ミリ。今度ですね、11ミリがまあ悪くないんじゃないかなっていうところだったんですよね、はい。なんですけどちょっと下げてみようかな、はい。面白いですよね。車重自体は変わらないのにこんなに変わるからですね。そうですね、びっくりするぐらい。やっぱ地球って素晴らしい。素晴らしいです。あー、奥まで入らん。9ミリがマックスですかね。あー、ネジの穴が、はあ、長さが、はいはい。そこまでは計算できなかったわけですね。はい。これがどうする。これで9ミリ。ああ、そうですね。で9ミリで。全然違いますか。全然違います。いい。引っ張られはない。いい。ああ。乗せ
でアクセル入れてぐーっと回していく、乗せられてる感は少なくなりましたね、乗せられてる感というか後ろ髪引っ張られてる感というか、どうですか。いやでもなんかこっちの方がやっぱり安心車な感じがしますよね、ロールの軸も暴れてないし、自分でそのロールの軸を中心に車をロールさせてるっていう感じが、操作感はこっちの方が全然ない。いいですね。なんか立ち上がっていくぞーっていう。なんか姿勢はさっきの方がなんかオーバーにあったような感じはするけど、その後が次のコーナーに向かってのこのアプローチしていってるところで、車は乗ってる、そういうのはこっち、こっちの方が違和感が少ないから撮ってても、楽しいのはこっちが楽しいです。気を使わない感ところは増えますよね。はい、なんかこれがなんか自分で操ってる感じがあると思う、まあ、その分できることは増えてますよね。はい、間違いです。さっきは踊らされてる感が、ちゃんとロールの軸があそこにあるところを使って、それが向きが右から左に移り変わってっていう感じの動きになってますね。ポイントポイントの、その車が進みやすいとか、そういうのもまた別の話でですね、そこは自分でその姿勢を作ってトラクションをかけてあげる。いいね。ほいほいって言ってギュッて、ほいって言ってギュッて感じ。
ペルにしたんですよ。やばいですよ。めちゃくちゃ重いです。これはなんていうやつですか。これはなんだろう。パインかき氷のせ？添え？パイン下がパイン。かき氷じゃないんですね、はい、ベースがパインにかき氷が乗ってるだけなんですね。ちょっとあかき氷結構多めです。どこにあるんだろう。下の方にある。あ下の方ここ入ってる。ここ見えるかな。これここにパインがずっとパインが。あ この辺もパインがある。パインですね。この辺も全部パインだ。糖尿病が進行しますよ、こんな食べ方。